車いたしました。全車一般車、特急塚口行き発車いたします。ドアを閉めます。ご注意ください。
ってお待ちください。出口の次は西駅に止まります。
客3車の特急塚口行きです。止まっていたしました。まもなく発車いたします。次は桜井に止まります。ドアを閉めます。ご注意ください。
電車一般車の特急塚口行きです。次は南四条に停まります。まもなく発車いたします。ドアを閉めます。ご注意ください。
ください。南安城の次は新安城に停まります。
でお待ちください。お出口は右側です。側からは手や肘を離してお待ちください。新幹線を出ますと次は名古屋本線の新宿に止まります。
番神宮前に停まります。電車一般車の特急塚口行き、まもなく発車いたします。次は神宮前に停まります。ドアを閉めます。ご注意ください。Thank you.
の改正も実施いたします。特別車両料金は450円、車内生産料金は500円に改定し、車内生産の際に分析がある場合は座席を確保いたします。また特別車両料金の改定に合わせ、名鉄ネット予約サービスでも乗り継ぎビューチケットの購入や名鉄ビュースポイントのご利用が可能になるほか、名鉄ネット予約サービス限定で換算時間帯割引料金を導入し、平日の9時から16時台に発車する列車と土日休日は無線列車、府中国際空港駅を除く発着の電車を除き3000円でご利用いただけます。詳しくは名鉄ホームページのニュースリリースをご覧ください。特別車両料金の改定についてご案内でした。
ございました。まもなく神宮前、です。大田川、横滑、中部国際空港、飽和、鶴見方面、横滑線、空港線、飽和線は乗り換えです。ホーム変わりまして、3番線ホームでお待ちください。出口は右側です。ドアからは手や口を離してお待ちください。降りるお客様は、車内にお忘れ物をなさいませんようお注意ください。時空前を出ますと、次は花山に停まります。
ありがとうございます。この列車は自転車一般車特急使う地域です。次は名古屋です。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 